こんにちは、オレちゃんです。オーダイです。これよりヒーローズ第4戦ミドルクラスヒート2の模様をお送りいたしますが、信じられないほどの酷暑のためライダーの脳みそはすでに委ねつつありますが、いかがでしょうか。さあスタートして、あーちょっと、あ微妙かこれ。1コーナー回って1コーナー回って4番手だな。よし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 、悪くはない。このままこのあーすぐに5番手になってる。2番手にいるのが銀次ジャパンだ。エキパのはずなのにミドルにいる男。ヒート1でマシントラブルでなんか途中離脱してましたけど、治ったんでしょうか彼は。さあそんなヒート2ですけども、見ての通り砂煙がえぐいことになっております。カメラだとなんすかね、 GoPro だとまあですけど、肉眼で見るとね、まあ見えないね。ほら全然見えないでしょ。どこにコーナーがあるのか全然わからないという、なかなかにね厳しいコンディションとなっておりますけれども、さあ暑さにやられてミスをしないか、この砂煙に惑わされてミスをしないか、非常に緊張感のあるね、ドライなのにわりかし緊張感があるレースでしたねこれはね。さあこのままヒート1は、俺はあれヒート1じゃない、ヒート2の1周目は5位で、オープニングラップを終えました。はい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 、こっからどうなるか。ああ現地ジャパンが一周だけして消えていくという、なんやねんあいつは。まさかの一周していなくなったぞ。ああマシントラブル、何が悪かったんでしょうね。さあ2コーナーがうんちですけども、俺のあの今思えばね、完全にもっとインベラで回るべきでしたね。どうせ大してアクセル開けらんねえんだからさ、怖くて。それだったら距離の少ないインベタで回るべきでした。はい、さあなんとかこの4番手を維持しつつ前の集団に追いついていきたいところですが、すでにこことかさ、この日陰がこうああいうところね、どこにコーナーがあるのかね、俺分かんないからさ怖いのよね。でかつこの砂煙を、なかなか厳しいコンディションですけども、なおあのエキスパートクラスとかジュニアクラスだとね、もっとああ嘘、直線で簡単に抜かれた。アクセルの開けが完全に足りてないです、俺ちゃんのアクセルが。まずいなこれ。今5番手ってことでしょ、今5番手だ。ミドルクラスなかなかきついものがあるなこれ。ラップタイム1分29秒、なんでしょうかね。もっとタイム出せるはずなんですけど、完全にねあのね攻めきれてないんですよね。まずこう見えないじゃん、見えないし、本当真面目な話でこの日は暑すぎて、あのなんつうのかな、頑張りすぎると絶対俺ねミスすると思ったんですよ。本当になんかやらかすと思ったの、ブレーキングをミスるとかアクセル戻らなくなるとか、本当それぐらいねちょっとね俺の操作系に問題がある、そんなレースでした。前でさっき俺を抜いてた CRF の人がモップトップさんをアウトからまくっていきましたね。すごいアクセルの開けっぷりですね。なるほど、あそこはああやって抜けばよかったのかと思ってはおりますが、ぶっちゃけね、前のライダーのすぐ近くをね走りたくないという気持ちが俺の中である。なぜならミスをしてぶつかりそうな気しかしないからです。さあ目の前にはモップトップさんが、ヒート1は暑さであの諸事情により DNS だったモップトップさん、あれなんかあれここで、あちょっとそこで、え、どうしてそこでこけちゃうの。なかなか珍しいところでこけておりますけれども、さあモップトップさんに追いついたのでここから頑張って追い抜いていきたいと思いますけれども、ちょっと BGM を変えて攻めていきたいんですが、
ぶっちゃけね、パッシングポイントがどこか俺よくわからない。そして2コーナーが下手くそすぎる。2コーナーが本当にもう、それ以外はね、なんとかなりそうな気がするんだけど、どこでなんとかしていいかわかんないんですよね。いや今ね、動画編集してる今だったら、ここの1個、ここのコーナーをイン側でアブロックするとか、ここで一気に頑張ってアクセル開けて、アウト側からまくるか、まくらずともここで並んで、そうだな、あそこで並んで、ここをインからさせばよかったんだな、今思えばな。なるほど、なるほど。あのね、それをね、いきなり俺はできることね、ちょっとね、レース展開うまくねえんだな。いや、マジでさ、どうしていいかわかんないよね、どこでパッシングしていいか。あとはここで、そうだね、アウトからこう、なんとかまくっていくしかないんだよね。ここがさ、で、ここでもう俺、あそこで、ハマってる人がいるのはなんだ、どういうことあれ。さあ、ラップタイム 28.65。 あー、もっと頑張れるはずなんだけど、どうにもこうにもなりゃしで。さあ、あのね、リズムセクションのとこで、溝に落っこってた人、あれどうしたらなるんでしょうかね。あれ絶対暑さに負けて、なんか、無理なパッシングしようとして、こう横の溝に落っこっちゃったんじゃねえかなと思うんだけど、言うてあそこの溝どうしたら落ちるんだ、よくわからん。なんかあそこの落ちたシーンをね、ちょっと見てみてえなと思うんですけども、まあそれは別として、あー、やっぱな、ここでなんとかアウトからまくれるように追いつかないといけない。そこで追いついた上で、このインからぶっ刺すのが多分正しい、パッシング、一番いい楽なパッシングだったんじゃねえかなと今にして思えばわかるんですけれども、モトクロスビレッジだとやっぱずっと俺走ってるんで、いろんなパッシングポイントとかね、なんとなく勝負を仕掛けるのはここだみたいなのはなんとなくね思いつくんですけど、多分ね、これね、俺モトビのレースでもね、何にもできないで終わった可能性がね高いと思う。なぜかというと暑いからです。本当に暑い。判断力がなくなっちゃうんですよ。判断力なくさ、危ないんですよね。とこんな風に危ないわけです。今のはこう、なんとかアウト側からなんとかなんねえかなと思って、ボーっとしながらフィニッシュジャンプアウト側から行ったら、リアが信じられないほど高くね、あのリップにかち上げられて前転しそうになったところです。GoPro だと全然わかんないんですけど、なんかね、たまたま見てた人から聞いたんですけど、終わったと思ったぐらいリアが上がってたって言ってましたね。いやー、危なかったよ。いや、勝負にかけるか、こうリスクを取るかが本当に難しい。よし、ここでインから、やっぱダメだよね。あれの前の前のコーナーあたりからしっかりこう、あそこで仕掛けることを考えて組み立てていかないと、いきなりは無理です、俺のアクセルの開け方じゃ。残念すぎる。なんとかなったと思うんだけどな、やり方が分かってりゃ。ブザマずっとついていくだけになってもうた。悔しい。チャンス、まあしょうがない、相手がね、モップトップさんがホールショット多分しか取ったからね、それに負けたということですね。という、もう発狂してました。はい、お疲れ様でした。はい、この動画がすごく良かった。今日も来たら動画見に来たの。サンクスボタンからのご点で応援をなさ。